はい、こんにちは、ケイです。今日はですね、ひとりくるです。で、今日はナミのランキングがあるんで、これやりたいと思います。とりあえず行きます。はい、はい、このメンツでね、行きたいと思います。で、昨日やったら大体20回ぐらいでした。で、今回のランキングは累計でしょ。累計らしいから、努力すれば取れるっていうね、まあ、そういうステージらしいんで、まあ、僕でもいけると。そしてここでタカシが入ってくる。ガッツリ撮ってるし。自由でしょ。これカットしないから。カットしないんかい。今の入ってくるシーンもカットしないから。嘘でしょ。ちなみにどこ行ってたの。いや、トイレだよ。すごい、俺すげえ色がない。上下すげえな、俺。どうしたんですか、寝巻きですか。寝巻きみたいなズボン入ってくる。いいよ。ズボン汚いですね。汚くはねえんだよ。まあ、とりあえず今回は累計でいいわけでしょ。そうだよ。だから努力賞が取れるわけです。そうそう、ちゃんと毎日やれば。そう、毎日やればいけるということなんで、頑張って。今回は別に高いスコア出すメンツじゃないっす。ただやるだけっていう。そ, れ そ, れ、そういう動画なんで、ちゃんと高橋は35回やったらしいから、行きましたよ。そっち見たい人は見てください。お願いします。ということで、いきます。はい、今回はね、20回ぐらいのいけたらいいなって思って。いや、本当に努力賞だな。だから4日間やればいいからね。75回だっけ。72とか。そう、だから20回を4回出せばいいわけですよ。うん、そういうメンツです。まあまあまあ、いけますよ今日は。とりあえずもう何にも考えないでぶん殴ります。以上。やることはそれだけ。いやもうね、何にも考えないでぶん殴ればいいんですよ、これは。とにかくぶん殴る。とにかくぶん殴る。はい、はい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 、もういいんですよ。とにかく考えずにぶん殴る。以上。それしか言ってない。そう、もうそれだけです。やることはそれだけなんで、誰でもできると思います。誰でもいるでしょ、これね。努力者ですか。うん、もう簡単ですよ。僕でもできますから。はいはいはい、いいですよ。順調です。順調に進んでます。まあ進みますよ、皆さんね。もう余裕でぶったたくだけですよ。ボコボコにね、ぶん殴ればいいんですよ。いいですよ。いいですよ。殴るといいですね。調子いいです。何が調子いいか分かんないですけどね。さあさあ、行きましょう。もうガンガン殴りましょう。もうガンガン殴りましょう。もう、あ、やべえ、ミスった。ダメでしょ、このメンツでミスったら5万いかないじゃないか。3万で。3万。あ、3万でいいの。3万で。あ、そっか、3万でいいらしいっす。分かってないんかい。あれ、5万でなかったか。3で。3でいいのか。結構、まあ、行きやすいとか。じゃあ、へーってやってれば上なんだね。うん、多分。あ、そうですか。あ、そうですか。じゃあ上ですね。多分。誰でも行きますよ、こんなの。僕でも多分、ちゃんと返すと思いますよね。できますから。誰でもできるってことですよね。ほい。で、データ。データ。はい。どうすか？いい調子ですよ。何がいい調子か分からないですけど。いい調子です。はい、いい調子です。いい調子です。いい調子です。あ、もう6階まで来ましたよ。もうスンスン進んでいくから。早いですよ、今日は。今日はもう早いんですよ。ガン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 スンスンいきます。スンとね。はい、スンと。はい、スン。いいね、いいね、いいね、いいね。重要です。順調ですよ。順調順調。めっちゃぶん投げてから。このカメちゃんとかではあんまり無理だね。稼ぎようがないですか。カメちゃんではダメですね。いっぱいいますね、波はね。やばいね、これね。マスターは苦労しましたから。今回ゲスパですから、きっと楽勝でしょう。エリートです。あ、ちょくちょく、今俺イヤホンしてないからちょくちょくなんか聞こえてくるんだけど。え、ゲスパじゃなかったっけ。エリートです。エリートですか。そうそう、エリートです。あ、そうですか。確かエリート。そうでしたね、確かね。それ飛び飛びだったわ。そうです、そうだ、エリートです。とりあえず殴ります。エリートということで殴ります。はい、3枚いけんのか。いい調子ですよ。非常にいい調子です。あと2体で倒せます。あ、何もやってこないよ。
チューインって何もやってこない。そんなことあんの？あ、じゃあ本物倒してみて。あ、じゃあまぐれで本物倒してみてです。うん、いいね。ラッキーですね。ラッキーパンチです。やりました。あ、ミスった。ミスっちまった。はい、はい、クリアしました。さあ、どんぐらいかな、スコア。20回ぐらいいってくれるかな。20いくかな。まあ、20だったら4日があればね、クリアできますから。うん、まあ、今回のランキングは毎日やればいけるということですね。はい、さあ、どんぐらいでしょう。ちょっと見てみましょうね。はい、はい、はいと、はい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 、あ、あ、21回ちなみに今までのベストスコアは22回です下回ってんじゃん少なくなっちゃうしね。まあまあいいでしょう。お、累計は43になりました。あといくつ ?30 ぐらい。うん、30ぐらいあれば石がもらえるの。そうだね。おお、いいですね。綿目もらいました。足算引き算ぐらいできるだろう。え、クリアしましたはい、クリアしましたね。まあクリアはきっとできるっしょ。うん、うん、あとは残り3日間だから。残り3日しかないじゃん。ええ、9月3日まで。え、残り3日って書いてあるよ、だって。え、どういうこと。まあちょっと分かんないんであ、え、何、そういうこと。いや、な、何がそう、うん、もう書いてある。そうそうそう、3日って書いてあるよ、残り3日。あれあれ、まあまあ誰か、きっといい人が調べてきますまあそういうことなんで、頑張りましょうこの動画何全然攻略でもないしただ挑むだけ、ただ挑むだけってまあまあまあね、ちょっとランキングやりたかったんですよ、はい、ということなんで今日は終わりにしたいと思います本日も動画を見てくれてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。